これ LG グラムシリーズは以前からおなじみでしたが、さらにスタイルがついた天板がね、こう色合いが変化するんですよ、光の当たり方で。めちゃくちゃ綺麗ですよね。これオーロラホワイトという色合いらしいんですけれども。こんにちは、戸田悟です。いや、この製品レビュー待ってたよっていう方も多いのではないでしょうか。 LG グラムの、まあ、新しいラインと言っていいでしょう、スタイルですね。 LG グラムスタイルを2台まとめてレビューします。注目してください。さあ、お待ちかねの方も多かったと思いますが、 LG グラムのですね、スタイルという、これ LG グラムシリーズは以前からおなじみでしたが、さらにスタイルがついた、まあ、かっこいいスタイリッシュなパソコンが新シリーズとして登場しましたよ。それを今回ね、2製品レビューしていきたいと思います。基本的にはコンセプトも同じですけれども、14インチと16インチになります。で、まずはちょっと全体のね、サイズ感を見ていただきたいんですが、基本は14インチの方で説明しますけれども、まあ、キーボードとかね、違う部分は両方で説明しますが、性能とか本体のね、コンセプトとかデザインとか素材とかは一緒になりますので、基本は14インチメインで説明しますけれども、16インチもほぼ同じ部分が多いというふうに思っていただければと思います。ただね、画面の輝度は多分16インチの方がちょっと明るいよね。そうですね。今両方マックスなんですけどね。まあその辺の違いもちょっとあります。最大の特徴が、まあこの天板ですよ。パームレスト部分も一緒なんですけど、これね、角度を変えると映ってる？藤原君。はい。色が変わる。ピンク系、オレンジ系からブルー系、グリーン系みたいな、もうなんかパールのような、ホログラムのようなこの色合いに、天板がね、こう色合いが変化するんですよ、光の当たり方で。めちゃくちゃ綺麗ですよね。これオーロラホワイトという色合いらしいんですけれども、ゴリラガラスをマットコーティングしてるということで、基本はガラス素材なんですね。めちゃくちゃ綺麗なんですが、だからこそ気になるのが、すいません、指紋が目立つんですよね。で、指紋が目立つのはまだしも取れないですよ、なかなか。そのマットコーティングに指紋がこう入っちゃうんでしょうね。で、もちろんね、アルコールとかで拭けば取れるんですけれども、結構指紋目立って取れにくいです。そこはね、購入される方は注意していただいた方がいいかなと思います。撮影時もちょっとね、まだ指紋ありますけど、本当に拭いても拭いてもって感じで苦労しております。指紋がなかなか取れません。まあ正確に言うと、指紋が目立つというよりは、ある角度では全く見えないんですけど、ある角度ではめちゃくちゃ見えるんですよね。やっぱりこのホログラム的な色合いが影響してるんでしょうね。で、びっくりするのが、タッチパッドないじゃないですか。使う時だけ出てくる。まあ出てくるわけじゃないんですけど、使う時だけ、わかります？ラインが表示されて、ここがタッチパッドだよっていうことがわかるわけですよ。デルにもね、こういうタッチパッドがほぼ内蔵されてるというか、境目が分かんないモデルありますけれども、この LG グラムスタイルもタッチパッドはもうパームレスト部分と全然境目がありません。まあ使い勝手とか後でね、紹介しますけれども、最初にちょっとデザインに触れておきます。ディスプレイの話をします。ディスプレイはですね、今14インチモデルから先行きますね。サイズは14インチちょうど、 有機EL です。黒が締まってますよね。まあ、有機EL ってね、こういう壁紙多いですけど、綺麗ですよ。非常に綺麗です。解像度も素晴らしい。2880×1800 ドット、16対10です。まあ、もう文句のつけようのないディスプレイなんですが、僕がちょっと感動したことがあるので、そこもお見せしますね。画面はグレアタイプなんですけど、僕が感動したのは、反射防止のコーティングが施されてると思います。反射するんですけど、結構抑えられてます。これカメラの液晶とかにもね、よく使われる感じのものだと思うんですけれども、 iPad にもね、もちろんコーティングが同じって意味じゃないですよ。アンチグレアじゃないけれども、反射を抑えるコーティングが施されていて、映像が綺麗に見えるけれども、映り込みはまあ気にならない。多少はね、映るので、まあ気になりにくいと言った方がいいかもしれませんね。そんなディスプレイを採用しています。多分ね、輝度こっちの方が明るいと思いますけれども、こっちも解像度すごいです。 3200×2000 ドットの16対10。写真表示するんだったらこっちの方がいいですよ。16インチの方が、まあ細密で大きくて綺麗な感じはとってもします。もちろんね、持ち歩きとかそういうことを考えて14インチを選ぶのも全然ありだと思いますが、まあちょっとね、その辺ももう画面サイズもチェックしておいていただければと思います。こちら映り込みさせませんけど、コーティングはね、ほぼ同じように施されていると思います。まずは16インチモデル、キッチンスケールの参考値ですけれども、測ります。1212g、 めちゃくちゃ軽いですよね。さすが LG グラムですよね。 1.2 キロの16インチモデルですよ。素晴らしいですね。本当に軽いです。サイズを気にしなければもちろん余裕で持ち歩けますね。続いて14インチモデル、 978g、 こちらも軽いですね。ただインパクトとしては僕は16インチの方があります。というのは、
14インチでもう 600g 台とかライバルメーカーにあるので、だったらライバルのいない16インチの方が、まあ軽さ感はねすごいね主張できてるかなと思っております。実はですね、この製品個人的にはちょっと欠点もあるんですが、すごくいいなと思う点もあって、ちょっと16インチモデルで紹介します。14インチもここは一緒ですけれども、底面部分、見えない底面部分も非常に作りがいいです。これね、すいません、ちょっと素材わかりません、金属なのかガラス繊維なのかわかりませんけど、ちょっと金属っぽい硬さはありますかね。でこんな細かい穴開いてるんで、おそらく金属だと、樹脂じゃないと思うんですけれども、ガラス繊維、多分金属ですけれども、非常に作りがいいです。でね、僕が感動したのは実はですね、16インチモデルのディスプレイの開閉がめちゃくちゃスムーズなんですよ。もちろん耐久性はわかりません、そんな何万回もやってないので。ただね、こんなにスムーズに開いて、こんなにスムーズに閉まるモデル、今まで僕は多分経験したことないんじゃないかな。数千台パソコンレビューしてきてますけど、ないです。で、14インチはちょっと力いります。16インチほどスムーズじゃありませんが、でもこちらも下が持ち上がらずに開きますよね。こんだけ軽いモデルで下が持ち上がっちゃわないのは珍しいですし、指一本でね、開閉できるの珍しいですし、16インチのスムーズさは本当にこれ素晴らしいです。やってみたい？どうぞ。あ、すごいですね。すごいでしょ、うん、すごいよね。すごいですね、確かに、はい、拡張性も見ていきましょう。今14インチで説明しますが、16インチでも一緒です。マイクロ SD カードスロットにタイプ A 端子折りたたみですね。本体非常に薄くできているので、ちょっとねゴム足があるので実質的にはそんな薄くないんですが、ボディは薄いですね。で逆側です。はい、タイプ C サンダーボルトですねが2つで、イヤホンマイクあります。さて、ここでちょっと僕が最も気になる欠点があるんですけど、なんとですね、HDMI がないんですよ。これはね、ちょっといただけないかなと思っております。HDMI がないとですね、やっぱりプレゼンで非常に困るじゃないですか。なので、まあ、サンダーボルトが2個あるのでアダプターかませばいいんですけど、アダプターを忘れちゃったらもうプロジェクターにつながんないとかテレビにつながんないわけですよ。最近テレビでね、器具をプレゼンすることも多いので、そこがね、僕ちょっと最大の欠点かなと思っております。はい、性能はですね、基本的には16インチも14インチも一緒です。ただ、量販店限定モデルとかがあって違ったりするので、最終的にはね、メーカーのウェブページで見ていただきたいんですが、CPU は13世代の Core i7-1360P 積んでます。高性能ですね。ただ、ベンチのスコアは、まあ悪くはないですけど、そこまで伸びてないかなっていう気もします。まあもちろん十分ですよ。これだけのね、性能があれば十分だと思います。で、ちょっと気になるのが、発熱やファンの音じゃないですか。じゃあそこをね、ちょっと計測してみましょう。はい、今ですね、温度をいつものように測っております。まあ、よく使うところは35度、6度ぐらいなんですが、一番熱くなる部分はもう50度に迫ってますね。この辺が、あ、確かに熱いですね。排気口があるのかな。それがここに当たってるんでしょうね。まあ、キーボードと違って触んない。でもキーボードもね、この辺はちょっとあったかいかな。ただ、ここはかなり熱いです。ただ直接は触らないのでそんなに気にならないかなと思います。温度は決して低いわけではありません。はい、いつものようにですね、このアプリを使ってファンの音をね計測していきます。で、僕が黙るとだいたいこの部屋は30とか33とか35デシベルぐらいなんですけれども、ファン結構回ってるので気になりますよね。ではちょっと黙ります。41,2,3,4 ぐらいですかね。ちょっとうるさめです。ファンの音は耳障りではないサーっていう音ですけども、やっぱりね結構回ってはおります。キーボードの配列はなかなかいいです。逆 T 字に下がってませんけど、矢印キー逆 T 字ですし、日本語キーボードですよね。で、こちらは14インチモデルですが、そんなにキーも小さく、まあこの辺はねちょっとちっちゃくなってますけども、まあいいんじゃないでしょうか。ただちょっとたわむんですよね、かなり。これがね個人的には気になりました。でもね、打ちやすさはまあまあ上々です。ただタッチパッドがやっぱこれ慣れなんでしょうね。僕的にはこうタップでタッチしないでクリックしてるんですよ、僕。で、このクリックがいわゆる実際にはクリックされてなくて感触のフィードバックなんですね。なのでなんか力の入れ具合とクリック感が合わないというか、そんなに力入れなくてもクリックできちゃうんですが、普通にこうクリックして押し下げてる感がないじゃないですか。押し下げてるような疑似感はあるんですよ。これがね、慣れれば大丈夫なんでしょうけど、慣れないとね、やっぱりちょっとね、使いづらいかなと、まあ僕はね、思っております。多分購入して慣れれば大丈夫だと思います。
16インチは天気ついてます、いいですね。配列もやっぱりいいです。で基本的にはちょっとたわむのは一緒ですね。あとタッチパッドはもちろん同じなのでもう言いませんけれども、同じような感じで配列のいいキーボードがついてます。気になるバッテリー駆動時間ですけれども、14インチモデルが 17.5 時間ですね。で16インチモデルが 14.5 時間となってます。ちょっと16インチモデルが短いですけど、ただこの16インチはあんまり持ち歩かないと思うので、まあ、妥当かなと思います。はい、LG の純正の AC アダプターですけれども、非常にちっちゃいです。これ取れます。で 65W、 こんなちっちゃいんですよ。市販のやつと変わらないですよね。でケーブルも変えられるので、用途によって長いケーブルを用意したり、持ち歩くときは短いケーブルで使ってもいいと思います。 AC アダプターがね、小さいのはいいですね。LG グラムスタイルレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。さて気になる価格ですが、14インチモデルがオフィスなしで29万円前後、オフィスありだと31万円前後、16インチモデルはオフィスなしで32万円前後と、価格がですねちょっと高いですね。手出しづらいですよね。デザインとそれから天板やパームレスの素材すごくいいです。手触りも最高でサラッサラです。ただちょっと気になるのが、やっぱり指紋が目立つのと滑るので持ち歩くときちょっと怖いかなと思いました。で個人的には、性能はいいんですけれども、メモリーがね、この性能でこの価格で16がちょっとね気になるんですよ。32にしてほしかったですね、この価格でしたらね。であとキーボードはまあ配列も上々ですし、ちょっとたわみますけどそこそこ打ちやすいんですが、タッチパッドがちょっと僕は慣れません。買えば慣れると思います。でディスプレイ有機入れて非常に綺麗、解像度も高い、価値あると思います。ということでちょっとね、なんとなくこうまだら模様な感もあるんですが、僕の評価は60点。これでもね結構高得点、僕のチャンネルでは60点って高得点ですけども、やっぱりね価格がちょっと高いかなと思っております。以上 LG グラムスタイル紹介しました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またですね、メンバーシップもスタートしておりますので、よろしかったら応援のほどよろしくお願いします。このメンバーシップに加入していただくと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。でこの戸田悟ファンクラブでは、僕がレビューした製品の一部をですね毎月抽選でプレゼントしております。まあ、ミニ PC やですね、タブレット、ケーブル、充電器、いろいろなものをですね、月によって違いますけれども、抽選でプレゼントしておりますので、ふるってご参加ください。お待ちしております。さらに、セカンドチャンネル、戸田悟ビズですね、こちらはビジネスセミナーとなっております。もうちょっとお前の話聞きたいよという方、ぜひご覧ください。3つ目のチャンネルは、クロームブックチャンネルとなっております。クロームブック入門の方、おすすめです。こちらもぜひご覧ください。